ニカイア帝国は1204年に東ローマ帝国の首都コンスタンティノポリスが第4回十字軍によって陥落した際に東ローマ帝国の皇族たちが建てた亡命政権の一つ、ニカイアを首都とした。他にもローマ帝国を称した亡命政権にはトレビゾンド帝国やエピロス先制公国などがあったが1261年に コンスタンティノポリスを脱回して東ローマ帝国を復活させたのがニカイア帝国であるためこの国が東ローマ帝国の正当な亡命政権とみなされる正式な国語は東ローマ帝国同様ローマ帝国であり君主もローマ皇帝を称し続けた中世ギリシア語の発音に従ってニケア帝国あるいは皇室の姓をとって ラスカリス王朝とも呼ばれる。自称を重視する立場から、ニカエアの中世ローマ帝国とも呼ぶ説もある。1204年、東ローマ皇帝アレクシオス三世アンゲロスの娘婿であったテオドロス・ラスカリスは、兄のコンスタンティノス・ラスカリスをローマ皇帝に擁立するも、十字軍の攻撃によるコンスタンティノポリス陥落によって、わずか1日で兄と共に脱出する。 1205年、兄から勢力を譲られたテオドロス・ラスカリスは、小アジアの二カ屋で、ローマ皇帝を称した。当初は十字軍が建てたラテン帝国や、ルームセルジューク朝などの間で苦戦したが、次第に勢力を拡大し、小アジアの西半分を制圧した。テオドロス一世、ラスカリスの娘婿で、第二代皇帝となった、ヨハネス三世、トゥーカスバタツスは、 堅実な内政で国力を充実させ、バルカン半島へと領土を拡大した。第三代皇帝テオドロス二世ラスカリスが若くして、没した後、即位した、幼い第四代皇帝ヨハネス四世、ラスカリスの摂政、ついで共同皇帝となった大貴族、ミカエル・パレオロゴスが帝国を事実上乗っ取る。1259年9月から始まったペラゴニアの戦いでは、 ミカエル・パレオロゴスのもとで、1260年にエピロス、先制公国、第二次ブルガリア帝国、アカイア公国などからなる反ミカイア連合軍を破る。さらに、1261年、守備が手薄になっていたコンスタンティノポリスを奪回して、ミカエル・パレオロゴスが、ローマ皇帝ミカエル八世、パレオロゴスとして退官され、ここに東ローマ帝国が復活した。なお、 その際、本来正当な皇帝だったはずのヨハネス四世、ラスカリスは、廃位され、幽閉された。中、内は、在位年。ありがとうございます。